はい、こんにちは、つかつでーす。ということで、今日もやっていきましょう。いやー、先日ね、ウルトラセールに行って、本をね、もう200冊ぐらい買ってるわけですよ。約200冊。で、今回ね、1月7日にブックオフ行ったんです。1月さ、ブックオフ行き過ぎだろっていうさ、話なんだけど、でもまあこれが通常運転ですよ。僕結構散歩が好きでね、近くのブックオフにね、足しげく通ってるわけですよ、散歩がてら。ずっと同じブックオフね、近くのブックオフに行ってるから、ある程度の並びは分かってるつもりなんですよ。ここにはこんな本が置いてあるとか。でもたまに見ると新しいのが入っているのか、もしくは見逃してたかね、欲しい本がね入ってる場合なんですよ。で、と思って、私は入ってるやんと思って、それを買うと、それを繰り返すわけ。ブックオフってね、僕も何回も言うけど、ギャンブルみたいなもんで、パチンコみたいなもんで、僕はもうギャンブルしませんけれども、たまにいい本が入ってる、思わぬ掘り出し物だと。で、それで嬉しくなって、あ、また行こうかなってなるわけです。これが古本屋のいいところだと思うよ。まずはこちら、1冊目、これ高木信子先生の在家ですね。在家、罪の花と書いて在家。高木信子先生ね、最近集めてるから、まあここね、何ヶ月かの動画とかに多分たくさん出てくると思います。でもね、本でね、買えば買うほどね、もうなくなっちゃうわけで、10冊しか本出てない人だったら10冊買えばそれで終わりですから、まあ今集中的にね、高木信子先生の文章文庫を買ってるっていうことなので、まあいいかなという感じですね。で、続けましてこちら、これ夏目漱石の文豪ナビですね。文豪ナビシリーズは今買ってる途中で、まだ持ってない文豪ナビはあと1人か2人ぐらいですね。全7冊あるんです。これを読んでから夏目漱石とかに入ると至極わかりやすいですね。この先生ったら超ド級のロマンチストなのね。そうかな、夏目漱石ってそんなロマンチストかね。夢中夜とかはロマンチストかもしれないけどね、今まで結構リアリズムでやってきてるから、ロマンとかはあんまないんじゃなかろうかとか思ったりする。まあだからこそ隠れた超ド級のロマンチストなのかもしれませんね。で、続きましてこちら、いや、買いましたよ、これ。J の神話ね、J の神話。乾くるみさんですね。乾くるみさんは、イニシエーションラブが有名で、もうベストセラーになって、あと映画にもなりましたね。僕は映画見てませんけど、イニシエーションラブの前にというか、これね、デビュー作なんですね。この J の神話っていうのは、1998年に第4回メフィスト賞を受賞して、デビューですね。でその後にね、僕これも読んだけど、竹本健二氏の箱の中の失楽へのオマージュとして執筆した第2作、箱の中、第3作、塔の談笑などがあると。まあ、今、イニシエーションラブがね、売れてますけど、結構犬くるみってね、超新本格みたいなことやってるから、イニシエーションラブって逆にね、珍しい側じゃないのかなと。まあ、歌野翔吾さんのね、葉桜とか、ああいう叙述系ミステリーってね、流行った時期があって、一般の人でもね、ドカッと入りやすいんですよね、叙述ミステリーは。で、最後のどんねん返しみたいので、ってなって結構わかりやすいんですよ。だからミステリーってね、多分叙述ミステリーから入った方がもしかしたら一般受けはいいかもしれないですね。新本格でさ、トリックがこうでさ、ノックスの10回がこうでさとか言っても分かんないからね、普通の人はね。で、続きましてこちら、いや、これ買いました。トルストイ、光あるうち光の中を歩めっていうのと、人生論ですね。いや、この絵がいいですね。古いね、これ新潮文庫なんだけど、表紙がこんなんで全部トルストイの顔が入ってると。これも100円でね、見つけましたけど、今トルストイ集めてるから、この前ね、アンナ・カレーニナも買ったし、いくつか買いましたけれども、今度はね、戦争と平和が買いたいですけれども。続きましてはこちら、いや、これ良かったよ。講談社の文芸文庫、まあ、これ200円だったけどね、200円ぐらいだったらいっかと思って買いました。で、こちらの吉田満さんの戦艦大和の最後ね、これね、実は僕持ってんですよ。これね、2冊目なんだけど、なんで買ったかっていうと、100円だったらまあ速攻でね、持ってる本でも、講談社文芸文庫だったら買うんですけど、200円かと思って買わなかったんですよ、ずっと。でも、そのね、戦艦大和の最後が、ずっと残ってんですよ。いや、200円誰も買わないのかと思って、ずっと置いてるから、じゃあ僕が買うしかないと思って、買いました。
あと1月7日でね、ウルトラセールは 20% オフで本買いましたけど、クーポン券みたいなもらえるんですよね。で、僕持ってたから 10% オフだったんですよ。で、 10% オフだし、まあここはもう誰も買わないんだったら僕買うかと思って買いました。で、こちらなんですよね。これ笛吹川ですね。深沢七郎ね。深沢七郎って言ったらさ、奈良山武士校で有名だけどさ、僕この前ね調べたんですよ。この風流無端っていうのが、右翼少年による島中事件を引き起こし一時放浪生活に入るっていうのがあるらしくて、へーと思って、僕知らなかったんですよね。こういう伝説っていうか、まあいろいろ問題があったみたいで、僕は別に嫌いじゃないからね、普通に買いますけれども、これはね、どこにあったか。信玄の誕生から勝頼の死までって書いてるわけですよ。これ武田家の話をやって、いわゆる時代物なんですね。これね、なんと時代小説の棚に置いてあったんですよ。で、時代小説かと思ってびっくりしたんですけどね。最近ね、僕ね、講談社の大衆文学館集めてるでしょ。大衆文学館っていうのはこういうシリーズのやつなんだけど、こういうのはね、よく時代物になったりするんですよ。時代のこと書いてることが多くて、だからこれは時代物のね、棚のところに置いてる場合が多いんです。だから僕はこれを集めるために、よく時代物のね、棚を見ることあるんです。時代小説あんまり読まないけれども、一応チェックはするんです。そしたらこれがあったの。えぇと思って、びっくりして、時代物のとこにあるかーと思ってね。しかもこれ200円だったんですよ。安っと思って。200円と思って。これね、Amazon で調べたらね、1100円ぐらいするみたいで、やっぱお得ですよね、と思った。やっぱ僕、ブックオフをね、200% 楽しみたいんですよね。で、続きまして、これが最後になるんですけれども、こちらですね。こちら3冊買いましたね。これ素晴らしいですよ。これはね、集英社文庫ヘリテージシリーズっていうのの、ポケットマスターピースっていうやつなんですよ。結構な分厚さと、あとゲーテ、バルザックで、トルストイという一人一人の古典のね、作家人を選んで、いわゆるね、短編集のことなんですけど、この若きベルターの悩みね、これ若きウェルテルの悩みだけど、若きベルターの悩みと、いわゆる新訳で出してるんですよね。で、神話力第2部とファウスト第2部の小編が入ってるとね。で、こっちのバルザックは、ゴリおじいさんと幻滅の章ね、章編ね、と、浮かれ女清水記第4部が入ってるわけですね。で、これトルストイは、戦争と平和、ダイジェストと省略、5月のセバストーポリ、セルギー神父、ハジ・ムラート、舞踏会の後で他が入ってるわけですね。この作家の代表的なところをかいつまんで紹介してくれるっていうシリーズなんですね。僕はこれもともと持ってたやつだけど、これカフカだけ持ってたんですよ。これ1ね、1番。1、2、3、4でしょ。1、2、3、4なんで、これ1持ってたからね、じゃあ2、3、4買うかと思って買ったんですよ。これ1冊720円したんですよ。720円。で、僕いつも100円とかね、200円とかで本買ってるわけだけど、いや、これ720円かと思ったんだけどね、Amazon で調べたらまあそんぐらいするから、100円だったら絶対買ったけど720円かってちょっと悩んだ末、銀行から金を下ろし、そして 10% のクーポン券を使い、720円それぞれ買ったわけですね。で、このねシリーズはここね13まであるんですよ。13、カフカ、ゲーテ、バルザック、トルストイで、ディケンズ、マーク・トウェイン、フローベル、スティーブンソン、エドガー・アラン・ポー、ドストエフスキー、ルイス・キャロル、ブロンテ姉妹、セルワンです。この13あるんですよ。これね、全部揃うかなと思ってんだけど、これなかなかね、集英社でいい仕事してんだよね。これ編集もね、豪華で、これ田和田陽子先生でしょ。で、これ大宮寛一郎先生、野崎寛、加賀乙彦と。で、あともいろいろあるみたいで、やっぱ買っていきたいなと。ということで、今回この10冊買いましたけれども、なかなかね、良かったセレクションじゃないのかなと。まあ、残り物には福があるという、ことわざもある通りね、いつも言ってるブックオフにまあ、いい本がね、これだけあったと。いやー、ほんと嬉しい限りです。ある種中毒ですからね。ある種、ブックオフ依存症みたいに なってますけれどね。ブックオフホリックになってるわけだけども、2020年も通常運転ということで、今日は終わりということで、ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。スカちゃんでした。バイバイ。